JR 立花駅に来ました。ここは駅を中心に道が放射状に伸びていて、その姿がヨーロッパのある都市に似ているそうなんです。駅前には8つの商店街があり、商店主さんたちが密かに大々的な町おこし計画を進めているとか。特徴があるようでない町なんで、みんなと、まあ、話してましたら、誰かが地図をポッと出してきたら、あ、なんか放射線上に道がなってんちゃうのっていう話になりましたね。で、ということで よく見ると、まあなんかパリ違うかみたいなね、誰かが言い出して、おそうやなパリやなという話になって、まあ、もうパリでええんちゃうの、まあ、特徴がある方がね、まあ、お客さんにアピールできますんで、一応無理やりシャンゼリゼ通りとか、あ、なんとか通り、モンテニュー通りですか、そういうのも一応、道路の標識としてはとりあえずつけましたけどね、はい、ここのもうドンですから立場で、要はパリの街並みに合わせるとここの通りがそのモンテニュー通りになるんで、はい、でそれに合わせた名前をつけただけで、でここからの距離は30駅まで35メートル、そうです、で2.9キロからしかし追いしませんけどもからやと、うん、そういうことですわ、はい、あ、別に深いわけよ、そんなに言わない、それからもちゃった、はい、ありがとうございます。お店だけじゃなくて通行人もね、すごく楽しい人がたくさんいらっしゃって、もうね、そこでね、この人何歳やろ、もう何年前から変わってへんなっていうおばちゃんなんやけども、フリルの、でも綺麗にしてはるんよっていうお年寄りの方とか、まあね、住んではる人、店の人も楽しい人多いです。昔は景気良かったんだろうね、景気良かったんや、ほんまにね、商店街の中に奥様ね、みんなべっぴんさんまあ今もう人として言ってはるけどね、でも橋きれいかったんやろうなとかで思う、そうね、で緑カメラさんの中古カメラ、あれもね、うちもんやね、僕もへばりついても離れへん時ありますね元狩り元狩りっていう、これえ、ほんまにええんですかって言ったら、その日きっちり請求書来ます持って帰っちゃうだけど話、あそこの喫茶店、全然やる気はないんだまあ昔の喫茶店やからね、おじいちゃんおばあちゃんがやってるところで、まあ昔はバリバリに喫茶店やってはったところやねんけども、お年を召されていくとね、もうお客さん来たら、本当に来れへんか、これもう本当に欲しい、本当に欲しいねんけどっていうような感じで、もう何のために当たるんやろうって、お父さんのために、お父さんの健康のためにシャッターを開けてはるんやけども、それでびっくりしたんや俺、店の前に撮ったら自動でゴーッと、どうよやる気のない店やシャッターだけはそうだからね、そう、自動あれは俺びっくりしたわ、あのシャッターだけに、シャッターに金かけるんだったらもうちょっと綺麗になりそうとかねとかって思ったりする、これは言うなんだね何と言っても商店街の楽しいところって本当にもう顔見知りになってくるとね、もう、あ、行ってらっしゃいとか、あ、今日も元気でとかっていう、そこがええとこなんでしょうね。でもやっぱり僕らもあれですわ、男ですから、可愛いお嬢さんとか可愛い奥さんとかになってくると、もういいよいいよ持ってき持ってきとかっていうのは商店街のええとこだと思いますね。これはいいわ商店街もディープ、もうなんかもうジャングルみたいなのかな
またちょっと取材、神戸新聞、はい、今度は立花特集なんで、はい、やっぱ有名店はい、お願いします。こういう感じです。あ、まあ、あ、そうですね、インタビューもね、すごいできたらほんますごいでしょ、めちゃくちゃいろんな、すごいですね。だからこんなこういうのにしてもね、結局まあ、あれにしてもね、これぐらいですわ。これ。ああ、ロボコンや。この値段ね、これが当時のガスね、3500円のあれやったら消費税、ね、消費税別ですよ。それで消費税、それあれ込みで売っとこら、これぐらいがもう関根山ですわ。もうね、ああ、ロボコンやで、それに、そうそう、それにやついて。これがもう1999年のあれですわ、復刻バージョンでね。これが当時のやったらね、もう15万も20万もする言うてますからね、お客さんの方が詳しい。ああ、そうですよね。そうそう、まあ、CG できる方がいてましたんで、エッフェル塔というか、まあ、象徴として、まあ、長谷に鉄人28号いてたら、こっちはちょっとおしゃれにエッフェル塔を建ててみてもいいかなという、まあ、これはまだあの実現するとかせんとか問題ありますけど、それはやっぱりエッフェル塔あったら次、凱旋門がいるんで、まあ、凱旋門はハリボテでもいいかなみたいなね。